皆さんこんにちは。慶応義塾女子高校2年の土井千里です。絵を描くことは私にとって言葉代わりの表現手段。まだ歩けない頃、魅力が欲しくて哺乳瓶を描いたそうです。女子高では演劇会などの行事で舞台美術を担当したり、いろいろなオーケストラで楽器を弾いたり、ポスターを作ったり、美術、絵とデザインと音楽、演奏、作曲、裏方の間で生活する日々を送っています。中等部女子高と進むにつれ、美術と音楽が、そして人がつながっていると感じることが多くなりました。今まで、今、これから、すべてはつながっている。そして私らしいつながりについてお話ししたいと思います。まずは私自身について少しお話しましょう。小さい頃、私はとても病気にかかりやすく、寒い日に家の外に出たり、公園や電車に少し行っただけですぐに病気になり、一気に重症化して脱水症状まで起こしてしまう、いつも病院に入院してばかりいる虚弱体質の子供でした。コミュニケーションがあるのは家族だけ。それに私は4歳になっても会話をすることが他の子と違ってほとんどできなかったので、私は必死に絵で意思を伝えようとしていました。魅力が欲しくなった時は叫んだりわめいたりするわけでもなく、哺乳瓶の絵を描いていたのです。絵は私にとってそれこそそのまま生きる手段でした。やがて少しずつ体も丈夫になり、私は保育園で日々を過ごすようになりました。長い時間、今まで話したこともなかった同年代の子供たちと共に過ごす生活、それは私にとってすごい大きなストレスになりました。私が当時大好きだったのは、ひたすらいろんな図鑑を読み尽くすことと、絵を描くことと、そしてエジプト文明の黄金のマスクなどのデザインをただひたすら研究して粘土でコブラを作ることでした。家にこもってばかりの私の趣味は、体を動かすのが大好きな4歳児という常識からあまりにも外れたものでした。当然周りにうまく馴染むことはできず、周りの子たちと趣味も合わず、変わってるといろんな人に言われるちょっと寂しい日々を送りました。またその頃にピアノとバイオリンを習い始めました。無心に練習していると一人ぼっちの悲しさがいくらか和らぐような気がしました。ただまだこの頃はそんなに必死にやっている感じではなく、親としてもあくまでも教養として習っているだけのつもりだったようです。そんな中、私は小学校に入りました。体育が苦手で、いつも絵ばかり描いている私に担任の先生はとても優しくしてくださいました。ある日、その先生は私が知らないうちに勝手に図画工作の授業で描いた絵を区の絵画コンクールに出していたことが分かりました。それも分かったのは受賞した後の話です。小学校1年生の頃のこの絵です。いつも図鑑でしか読んだことがなくて、やっと家の中で描くことができたアゲハチョウの成長した姿です。朝礼でいきなり校長先生に呼ばれて、広い校庭の真ん中にある朝礼台に呼ばれて、みんなの前で表彰されて拍手される、そんな体験は初めてで、とても嬉しかったことを鮮明に覚えています。人に褒められる嬉しさを知った瞬間です。これが私が多くの音楽や美術のコンクールに出るきっかけになりました。音楽のコンクールは先生から、失礼しました。ここで音楽のコンクールと美術のコンクールの比較をしてみたいと思います。音楽のコンクールは先生からこのコンクールに出ましょうと半ば強制的に勧められます。毎日毎日長い時間練習します。3時間から5時間は当たり前、10時間なんてしてもザラです。私はかなり練習嫌いで、いかに短く済ませるか、いかに効率的に済ませるかばっかり考えていましたが、上手な人になればなるほど
当然たくさん無心練習します。予選から本番まで長い間とてもプレッシャーがかかり大変です。舞台でもまた緊張します。他の出場者が全員自分より上手に聞こえます。そしてその日のうちに結果が出て授賞式があります。会場では泣いたり笑ったりの嵐です。講義はものではなく、大体演奏する機会が与えられます。私の場合どんな機会をいただいたかというと、例えばピアノをみなとみらいホールで弾かせていただいたり、バイオリンをサントリーホールで弾かせていただいたり、中学2年の時にオーケストラとメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲というとても有名な曲をソロで弾かせていただいたり、スイスの音楽大学に1週間レッスンに行かせていただいたり、どれもなかなかできない大変です。当時音楽のコンクールは私にとって楽しいというより、どちらかというと苦痛が多かったような気がします。今振り返るとなかなか素晴らしい体験をさせてもらっていることに気づきました。ちなみに音楽のコンクールは大体予選落ちをすると何がもらえるか分かりますか？大体音楽ノート1冊です。とても悔しいので、大体それら全部今も大切にしています。ここで絵のコンクールの場合を見てみましょう。さっきお話ししたように、小学校の先生が自分が知らないうちに勝手に出していたなんてこともありますが、大体は自分から探します。音楽の場合と違って先生に全く指導されることはなく、 100% 自分の意思とアイデアだけで書きます。誰にも何にも言われないというよりは、誰にも批判されない自由があります。しかし自由というのは、福沢先生もおっしゃっていた通り、自分に責任を持つということです。あらぬ方向に絵が向かってしまっても誰も止めてくれる人はいないのです。それが絵のコンクールの一番大切なことだと思います。応募して忘れた頃に審査結果が来ます。ちょっと悲しいですが、自分が描いた絵はほとんどの場合返却してもらえません。そして著作権も向こう側に渡ってしまいます。その代わり、いろいろな場所で私の名前とともに多くの方に絵を見ていただくことができます。例えばMOA 美術館というところで私は金賞をいただいたのですが、その絵は都庁にずっと飾っていただくことができました。その時の体験は、私は最初は半信半疑だったのですが、いざ見に行ってみると本当に飾られていてとても嬉しかったんです。授賞式の後は大体豪華なお食事とお酒の出るパーティーがあります。私はまだ未成年ですので、お酒を羨ましそうに見つめながらジュースを飲んで、いろんな方とお話しします。審査員も主催者も受賞者もたくさん話す機会があって面白いです。どちらにしても、私にしては人に褒めていただいたり、いろんな人と話せたりという機会をいただける絶好のチャンスです。こんな比較をしてみましたけれども、でも決して音楽のコンクールより美術のコンクールの方が楽しいというわけではありません。私は自分の絵があまり上手ではないことをよく知っていました。なので技術を上げるために一時期芸術大学と、というより東京芸術大学という有名な美術学校に行くための予備校に通った時期があります。それまで絵というのは、例えば岡本太郎のように自由に描くものとばかり思っていましたが、それは違いました。絵は来る日も来る日も、毎日毎日、まず石膏像のデッサンなど、白黒だから簡単というわけではありません。かなり辛くて難しいです。そして他にもモチーフを見てアイデアを形にしたり、色彩を使う構成の練習をしたりします。ここから色が増えることでさらに難易度は増します。ただ写生をするだけではなく、技術を高めるためのトレーニングが必要でした。やっぱり基礎がきちんとできていなくては、
絵にしろ音楽にしろ説得力のある表現はできません。話は変わり、少し前の話になりますが、私にとって大きな転換点となる絵画のコンクールが2つありました。1つは中村キース・ヘリング美術館国際コンクールです。キース・ヘリングという画家をご存知ですか？きっとこんな風な絵を見たことがある人は少なくないはずです。31歳の時にエイズで亡くなっているということは、どういうことがお分かりになりますか？まあ、それについては後でまたお話しするんですが、この画家さんの絵を主に収蔵している美術館のコンクールに中学3年生の時に入賞しました。その絵はどんな絵だったかというと、とっても暗い絵です。受賞式の時、審査員による公表で思いもかけない話をいただきました。ある程度予想していたこととはいえ、私にとってはとてもショッキングだったのです。他の受賞者はいろいろと褒められているのに、私の番に来てある審査員が言いました。実はこの絵について評価は真っ二つに割れましたと。今まで褒められたことしかなかった私にはとても辛い経験でした。でも LGBT と呼ばれる、要するにキース・ヘリングがゲイであったように、レズ、ゲイなどのマイノリティの人たちに評価をしていただけたということは、私にとって貴重な経験になりました。ここで分かったことがあります。一体私はどうして絵がそんなにうまくないのに、コンクールにたくさん受賞させていただくことができたのでしょうか。それは自分らしさがあったからだと思います。絵にしても音楽にしても、自分らしさがなければそれは機械だってできる演奏です。または機械でもできる絵になります。なので自分らしさを追い求めていくことがコンクールだけではなく、さまざまな面で重要だということが私は分かりました。またトルコのコンクール見て、私はこの絵でなんと最優秀賞をもらいました。あまりうまい絵とは私も思っていません。ただぐるぐるしているだけの絵だと最初は自分でも思っていましたが、この絵は私に対していろんな福を呼んでくれました。なんと1週間のトルコ旅行、それも航空費、食事、すべて向こう側が負担してくれるものと、ノートパソコン1台という副賞がついてきたんです。私にとってこれ以上にないくらい大きなものになりました。そしてそのトルコ旅行では、私はたくさんいろんな刺激を受けました。例えば、この植物、なんだかわかりますか？トルコに生えている植物といってすぐに連想できるもの。とはあまり言えないかもしれないのですが、胡椒の木です。胡椒なんて日本ではほぼ生えていません。でも、よく使っているものではあるので、それが本当に生えているのを見ることは、私にとってすごい驚きでした。またトルコの自然は日本とは全く違ったものです。そして文化も全く違ったものです。カッパドキアに行った時に私はこの光景を見たのですが、この目玉のお守りがいっぱいぶら下がっていて、最初は気持ち悪いと思ったのですが、このお守りは嫉妬をよけるお守りと言われています。ナザールボンジューというものです。こんなにたくさんいっぱいぶら下がっているととても綺麗に見えてくると思いませんか？日本ではなかなかできない体験をトルコでたくさんさせていただきました。現在は主にそのパソコンを使ってこんなデザインをしたりしています。私にとって今まで美術と音楽というものはそれぞれ別の趣味だったのですが、ある時こんなことを言われました。ワグネル・ソサイティ・オーケストラでチラシを今まで作ってきているけれど、どれもなかなかいいものがないということで、お前絵ができるならやってみないかと先輩に言われて、一番左にある定期演奏会の絵を必死にワードで作ってみたのが始まりです。
ただ自分としてはただチラシを黒くすればそれなりにプロっぽくなるだろうという安直な考えのもとに作ったものでしたので、後で見てみてちょっと後悔しました。なのでもっといいものを作りたいと自分なりにいろいろと調べた結果、アドビ社が出しているフォトショップやイラストレーターを使うことによってより大きな表現が可能になることを知りました。なので私は必死にそれら2つのソフトの研究をして、なんとか試験にも合格し、ある程度機能が使えるようになりました。そのような状態で作ったのが真ん中のチラシと右のチラシです。高校に入ってからはこのようにワグネルソサエティやヒルシュノーカフィルなどのオーケストラの印刷物のデザインをしています。今度は自分だけの自由ではなく、こういう雰囲気のオケだからとか、見て分かりやすいような文字の大きさと配置と配色をとか、制限がある中で私らしさをいかにして発揮するかというのを模索するのも面白い作業です。まるでいたずらをしているような気分になりながら楽しんで作ることができます。もっと良いパンフレットを作るにはもっとパソコンのスキルを上げなければとか、どんどん興味の方向が広がっていきますし、また自分で勉強したいことがもっと見えてきます。そして何よりいろんな人と打ち合わせをしたり感謝の言葉を言っていただくことで、また私のつながりが増えていくんです。音楽と美術の両方を私が学んで実践したことで、2つがつながっているという楽しみを知りました。似ているようなところもあれば全く違うところもあるのに、切っても切れない関わりがあることがやればやるほど分かってくるのです。オペラやミュージカル、演劇や舞台美術などにも興味がありますし、広告デザインももっとしてみたくなりました。またデジタル画像を扱うことからインターネットにも少し詳しくなり、またソフトの開発にも少し詳しくなってきたので、プログラミングなどもやっています。またさまざまな方面に知り合いができ、小さな私が苦しんでいたように昔のように寂しい思いをすることもなく、人とコミュニケーションをすることができるようになりました。そしてコミュニケーションをすることが楽しくなったのです。また日本という社会は狭いものなので、新しく知り合ったと思った人が結局友達の友達ということもかなり増えてきました。今までしたことは私が今までしてきたことは決して無駄ではなく、現在に今までのことが全てつながっているということが分かりました。今日ここでお話ししたことでまた新しい出会いがありました。私の将来はまた具体的な目標が決まっておらず不安です。いろいろなことをやっていて迷ってしまい、なかなかどれを選べばいいのかわからないのです。でもこうして今までの自分について一度改めて振り返ったのは良い機会でした。私には高校生活がまだ1年弱残されています。視野を広げながら音楽と美術の両方を活かせる私らしい道を選んでいきたいと思います。なかなかミスの多い喋り方になってしまいましたが、今日はこのような素晴らしい機会を与えていただきありがとうございました。